ちょっとびっくりするだろうな、それだな、この最初にその新規採用の人もね、と思って、この新規採用の人には、まあ、実家がね、こういうふうな野菜を作ってる方もいらっしゃると思うんだけどね。そうですよね。うん、驚くだろうな。で、まあね、この方は結構有名でね、他にもいろいろと今までに、はい、まあ、舌下事件を起こしてたわけなんだけど、まあ、こういうのネットで調べると簡単にわかるんだけどね。はい、でも私の印象だとね、学歴に結構ね、学歴とかね、文化とかそういうのに結構なんかの変なこだわりがあるような気がするんだけどね、はい、でそういうの過去のやつをちょっと見てみると、はい、うん、県議会にヤクザほど好きが多いとかねこれだからさ、言ってみるとあれでしょ、議員の方が下に見てるってこと、はい、上から目線なんでしょ、はい、それだね、そうですね、うん、それとあと藤井東はサッカーするために入ってきて